Izumi. は檻から出たいの。檻?私はお母様に何不自由なく育てられた。でも、お母様との間にはいつも見えない檻があった。近寄ろうとしても近寄れない檻。私はそこから抜け出したいの。ペットのカナリアはもう嫌。泉、戦わせてお母様! コーチには私がこの勝負を認めると伝えておいて。かしこまりました。なんかだんだん球の切れが良くなってきてる気がするな。 じゃああの子に勝てないわ。勝負は明日なのに。ヒロキ。泉らしくないじゃないか、弱音を吐くなんて。だって、野球ってのはな、こんな力任せの練習をすれば打てるってもんじゃないんだ。物事にはやり方がある。これから俺がバッティングをコーチしてやるよ。このままじゃ勝負にもならないだろうからな。 どうして？お前が困ったらいつでも助けてやるって約束したろ、ガキの頃に。かわいそうに。同じこと前にもあったわね。え？どうした泉？お母様の言いつけだけど。 痛くてもうできないの。泣くなよ。どう？痛いの飛んでったら？うん。俺、そんなこと言ったっけ？ええ、大真面目に。じゃあ、今も痛いの飛んでった？うん。よし、それじゃ一夜漬け特別トレーニング始めるぞ。 泉、お願い、少しの間このままでいさせて。今は妹みたいな存在でもいいの。左脇が開きすぎている。まずは基本のジャストミートを体で覚えるんだ。見ていろ、インパクトまで目を離すな。ミートの瞬間に全ての力を爆発させるように。 右手首を返す。やってみるわ。まだ腰のひねりが甘いぞ。テニスのテクニックを生かしたバッティングを目指すんだ。